出た。さあ始まりました密着ユン散歩でございます。本日もカメラを務めますジョブキアでございます。よろしくお願いします。今年一発目の撮影でございます。もう1月も18日ということでですね、だいぶ日が経ったんですけども、今日は東京駅に来ております。はい、東京駅なんで意外とだからこれまで来てなかったんですけど、東京駅を扱うなんてもう一発目か最終回かどっちかだと思うんですけど、今日はもう本当に最終回になってしまうかもしれません。ただね、今日はいつも寒い日が続くんです。今日はちょっと暖かい感じなんで、いい散歩ができるとは思うんですが、あ、そうだ、以降ちょっとお知らせをさせてください。ノートというサービスでですね、国際のアカウントがあるんですが、そこで、絶賛連載をやっておりますので、ぜひご覧いただければと思います。国際ノートでお調べくださいということで、今日もやっていきたいんですが、ユンボさんがまだ来てないんですよね。東京の、まあ、玄関口といっても過言ではない東京駅にユンボさんがいないってことは本当に寂しいんですが、ちょっともうちょっと待ってみたいと思います。今日もよろしくお願いします。いやー、しかしユンボさん来ないな。今年一発目なんですけどね、全然来られないですね。あれあれはユンボさんか。あら、ユンボさんだよ。あ、また、あ、チェック入ってる。さあ、壊れた。あ、危ない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 。ユンボさん、おはようございます。おはようございます。なんだよ。おはようございます。あ、来た。リングイン。リングインが来た。リングイン。おはようございます。おはようございます。面白かった。面白かねえだろ。今年もよろしくお願いします。こっち来いよ。はい。何なんだよ、お前。はい。あ、もう面白くなかったな、今のオープニング。まあ、いろいろやってみたけど、面白くねえじゃねえかよ。いやいや、そんなことないですよ。お前、新年一発目がこれだったら、お前、はい、不安でしょうがねえよ。いや、まあ、2024。やっぱこの、低いところからスタートした方がいいっていうのもありますから。おい、やっぱり、お前、お前、ちょ、待てよ。やっぱりダメだったのか、お前。いやいや、そんなことないですよ。始まったな。始まりましたね、今年も。しかし、はい、まあ最後いつだった、年末、年末阿佐ヶ谷南阿佐ヶ谷、南阿佐ヶ谷があったじゃん。はい、まああそこからお前と何回も会ってるけど、はい、お前一回もユン散歩っていうワード出さなかったなお前は本当にやりたくねえのかお前。そんなことないですよ。で、俺がちょっと体調悪いとかあったけど、はいはいはい、お前足だって今も言ってんだぞ。そうです、なんか、ま、足ちょっと引きずってる感じがしたんでちょっと心配だったんですけど、お前昨日なんかお前俺2時間マッサージしてきたんだぞお前今日に備えてお前これがお前プロ意識だよお前。コンディション整えてきた。コンディション、あの俺のガーとかって、はいはい、お客さんにいただいたのがあるんだよ、はいはい、あれすげえいいんだよ、はいはい、あ、マッサージガンみたいな。ああ、はいはいはい、お前持ってる。弟は持ってるんですかね。弟は働いてるからお前疲れてるもん。お前なんか疲れてねえだろお前。確かにそうですね。あれいいぞお前。あ、いいですね。あれでお前整えてきたよお前。はい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 。お前ほんと俺たちろくに働かねえけど夏休みと冬休みはしっかりとるな。そうですね。あ、ちょっと長期休暇、大学生ぐらい長期休暇を、うん、はい、外資系ってぐらい取るよな。外資系ぐらい取るよお前。むしろその有給を使えって言われてるかのように使ってる、ね、そう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 、はい、うん、ね、どうなんだお前の2024。いやだからもう今年一発目、1月2日にちょうどユンボさんとヌラヌラと、うん、ケンタッキーパーティーから始まった1年なんでなんだよあれ、はい、鳥ばっかり食うっていうな、はい、チキン同様羽ばたいていきたいなと思ってます。あ、うまいこと言うんだ、はい、お前の弟も参加してな。そうなんですよね、うん、はい、でもユンボさんあれでしたね、そのケンタッキーユンボさんにこの買っていただいて食べたんですけども、うん、まあ、4人いるんで結構な数買ってきていただいたんですが、うん、ずっとユンボさんバーレルで来なかったことにすごくすんげえ怒って俺はやっぱりバケツで持ってきたいじゃん。はいはい。ほんであれ何本ぐらい買ったんだろう。あれ12、3本、4本、5本ぐらいですか。ここでこのバケツが欲しかったのね。はいはい。普通に小分けしやがったよお前
何なんだよあれ。確かにあのやっぱバケツのやつのパーティー感はやっぱりすごいですもんね。お前さあれだよ、なんかどんな腕のいいマジシャンが来ようが、はい、来ようがな、はい、おどけたピエロが来ようがケンタッキーのバケツにはかなわねえからお前バケツで最後のチキンなんかもう上の油が落ちてきてビチャビチャのケンタッキーをお前に食わしたかったんだよ、はい、お前あの油まみれの、オイル拾ったって名前にしようかと思ってたなお前これですからオイル拾ったオイル拾ったオイル拾った。確かにそういろんな人にこうね潤滑剤になれればいいんですけどね。うまいこと言うね、はい。何だったんだあのパーティー、何でお前に行かなきゃいけないんだよ本当さ、はい、見てる人はなんか俺がなんか先輩としてなんか言ってるようだけどお前が大体仕切ってんからなあ、じゃあ何時にじゃあ俺んち来てもらえますか、はい、鳥持ってきてくださいお前楽しかったな。あ、楽しかったです。お前の弟も交えてな、はいはい、友ちゃんもな、はい、そうですね、あいつが一番いいやつだった本当に。いや、ユムさんちょっとお年玉までいただいてしまってありがとうございます。いや、偽札だけどな。まあでもそのあれですよ、お前年越し何やってたの。年越しは大晦日ですか。 いわゆるその、はい、グレゴリオ暦が2023から2024になる瞬間余計ややこしい。家にいましたね。その前に、大晦日は井岡一人のボクシングの試合を家族で見て。ああ、え、それテレビで。いや、現地で。どこでやったの。大田区総合体育館です。ああ、はい、あそこな、うん、ここに家族で行って、うん、それで帰って。家族ってみんな。みんなです、総動員で、うん、行って、でそこからまあ家帰って、まあ、家でダラダラ酒飲んだり飯食ったりしてたら年を越してたっていう感じですね。あ、いいじゃねえか。ユンボさんはどうされてたんですか年越しの瞬間は。寝てたんだけど、はい、年越しの瞬間は寝てたよもう、はい、だけどほらやっぱり大晦日がなんかしてえなっていうだ、はい、ほらお前に教えてもらったじゃん、カウルス・マキの新作が出てるのはいはい、はい、あれを見に行きますよ。枯葉、枯葉ですね。最高だな枯葉。枯葉面白いですよね。いやカウルス・マキいっぱい好きなのあるけど今回の良かったな。はいはいはい、あの女優いんじゃん、はい、新しいというかその常連女優じゃなくて、はい、なんか今回、ね、な、はい、抜擢された、はい、あの人良かったな。あの人もそうですね、うん、あの犬に電話出てもらおうとしたりとかおうもうだからお前見る方もいるかもしれないだろお前お前それだけなら分かんないかまあ面白いよな、はい、いわゆるギャグとかじゃなく全部まあ、コメディという形になってるからあれなんだけど、はい、別に布団が吹っ飛んだっていうわけじゃないからな、はいはい、そういういい感じのな。そうですね、うん、なんかちょっとこうあんま感情が表に出てないような感じのね。いやあれが感情なんですよ。ああ、うん、あれが感情なんですよ。はいはいはい、はい、お前だって透かしてんじゃねえかよ。そうですね。だけどお前息してるし目は見えてるし耳は聞こえてんだろ、はい、それは感情なんですよ。はい、あ、何ちょっと聞こえなかった。いやいやいやおかしいだろお前バカにしてんのかお前まあみんな別に圧倒的な幸せにはならないけどどっこい生きてる感じがいいよな。ああ確かにそうですね、うん、あの人の作品全部そうじゃん、はい、はいはいはい、悪いやつ出てくるけど、はい、とんでもなく悪くないじゃん。そうですね、うん、確かにあれがいいよ。うーん、いいもん見たよ。はい、そんで、はい、どん兵衛食って寝たよ。寂しいわバカ野郎お前何なんだよお前優しくしろよ。そうですね、本当に今年はお前が呼んだってよかったじゃねえかお前、家に俺を。確かにそうですね。ほんで2日のぬらぬらとの、はい、新年会まで居座ったって言い訳だし本当に何なんだよ。まあ、ケンタッキーのやつもね、年末の苦肉祭の終わりで一緒に帰ってる時に決まった回ですから。そうだっけ。はい、でそこでぬらぬらがLINE のグループを作り、うん、実現して、あいつが勝手に LINE のグループ作ったじゃん、はい、送られてくんじゃん、はい、何のことだと思ったからねもう覚えてなかったっすからね、うん、で俺がまた1月2日の正午ぐらいまで連絡しなかったじゃん、はい、そうですね。
誰もがこの回はないなと思ったの。ないと思いましたね。それがいいんだよ。はいはい。年末の国際は初めてのね配信もされて、どうだったんだあれ。配信よかった。すごい数見たの。4人ぐらい見てくれたの。4人どころかもう結構、あそう、会場のキャパよりも多くの方が、あそう、はい、見てる。あ、じゃあ成功だな。大成功です。あ、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。ご視聴いただきました。なあ、お前乗ってたな。乗ってました俺。うん、そうでした。浮かれてましたかね、配信が入ってるから。浮かれてたよ。お前なんか全部浮かれてた。今日なんかお前東京駅、お前が来たところ東京、俺は早く来たから、はい、こうやって座ってたんだけど、はい、あのベンチみたいなとこで、はい、お前が東京駅の大手町中央口、大手あれかなが出てきたところ、はい、本当に上京したてみたいだったよ。浮かれてたよ。こうやってでけえでけえでけえっつってたぞお前。これあのあっちのいわゆるレンガ造りの入り口の、ああ多分初めて、マジ遠目から見たことありますけど、あそこ降り立ったのが初めてだったんで。マジか、はい、あれですよ、バロックだよ。あれがいいっすよね。ネオバロックだよお前。あれがちょっとすごい、あのバロック調がいいんですよ、はいはい、お前なんかバロック、お前なんか田舎っぺだからバロックに持ってかれんだろ。持っていかれますね。もうしっかりこうやってもう重いもん持ってこうやって低い姿勢になってこないと、はい、バロックに、バロックに持ってかれるよ。G がすごいですからね、やっぱり。全部バロックにすればいいんですよ。ああいうヨーロッパの建築やっぱかっこいいからな。あ、うん、まああのデザイン日本のなんとかさんっていう有名な方がやってるんだけど、はいはい、やっぱバロックにはかなわねえや。うーん、わりかし東京探すとバロック調のあるんですよ、はいはいはい、はい、いろいろ。あの四ツ谷のところの橋もバロックだし、ネオバロック。あ、はいはいはい、確かに、うん、四ツ谷の駅のとこ行く橋あんじゃん、はいはい、あのあっち、あの日テレの方行くところ、麹町の、はいはい、あの橋もバロック、ネオバロック、はいはい、確かにそうですね。ああいう街並みはちょっといいですよね。うん、うん、何せ俺なんでそれを知ってるかというと、はい、昨日新宿共同資料館に行ってきたからな。え、なるんですよ。そういう俺はやっぱりアカデミックなことやってんから。時間があるというか、はいはい、アカデミックというか、はい、うん、そこでこうやって、ああそうなんだって。どういったものがそういうこう展示されてるんですか。展示というか、まあ、街の移り変わりだよな。やっぱりほら俺新宿区民になったことないけど、はい、まあ、周辺だけど中野とか世田谷とか、はい、まあ、新宿に一番行ってんからな。あ、なんだかんだ新宿じゃん、はいはいはい、だからまあ新宿のことを一番知ってんじゃないの。塾のユンボって言われるんだから。塾のなんですね、もう、うんうん、あでもあのたまにネットとかで、うん、その昔の映像をこうちょっと色つけてやるやつ、あるあるある、あれはちょっと結構見入っちゃいますよね。見入っちゃう、見入っちゃう、はいはい、やっぱりまあ東京の景色が一番多いじゃん、はい、ほんでまあ80年代ぐらいからはなんとなく分かるというかさ、80年代後半ぐらいからは、はいはい、ああそうだなとかな、うん、ああいうの面白いですよ、うん、そのああいうの、例えば昭和の映像とか見てるとファッションとかにもやっぱ注目しちゃいますよね。ファッションは今のね、はい、70年代、80年代、80年代の初期だね、70年代ぐらいのが今また来るな、はあはあ、して、あのみんながしてる格好、はいはい、そうですね、うん、サイズ感とかそういうのもなんかちょっと、ま、サイズ感とかああいうのもなんか回ってる感じ、ファイブ感じゃない？サイズ感です。あ、サイズ感な、はい、もうなんか回ってる感じしますね、うん、80年代の後半ぐらいならちょっとルーズになってるけどさ、はい、ほらスーツとか肩幅こんなだったりさ、はいはい、あるけど今70年代の、まあ、一番好きな俺があれだね。うん、俺なんかほらもうほら70年代だろ、70年代ブリティッシュだから、はい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 、何笑ってんだよ。ブリティッシュで決めてんだから俺は。そうですね、うん、まあ、あの今日1月18日なんですけど、うん、実はあの去年の1月18日も散歩しているんですよね、うん、覚えてるよ。それだから何で覚えてるかっていうと、まあ1月18日たけしさんの誕生日っていうのがあるんだよ、はいはい、ビートたけしさんの、まずは、はい、それに付随して、はい、ウクレレエイジの誕生日でもあるからな。そうなんですよ、ウクレレエイジの誕生日で、んでなんか終わって飲んで電話したもんな。そうですそうです、うん、今日はだからウクレレイジさんの誕生日に私我々も報告だな、追追悼という意味でもな。いやまだ亡くなってないんですけど。ウクレレイジ亡くなってないよ。今57歳ですよね。なったね。なりました。あと電話しなきゃな。あとでしましょう。ああ。手なわけで行くぞ。はい、行きましょう。神田に言うから。そうです、今日神田で。神田なんかやったらお前なんだ。
お前東京駅とか、あ、お前はあれか、電車じゃねえか、飛行機か。飛行機が多いですね、状況の時。そうですね。うん。はい。東京駅は本当にあの仕事でどっかあの行く時とかに使うぐらいで。うん。俺仕事に行く時さ、新幹線乗る時、まあ大体東京駅じゃん。はい。だけど住んでるやつによって、はい、まああの西に行くなら品川から乗ったり、はいはい、あれ上行くなら上に乗ったり。上野から乗ったりするやつもいるじゃん、はいはい、絶対東京駅から乗りたいもんね俺まあわかります。こっから出発しなきゃお前ダメだろみたいなのあるからな。だから俺もだから飲んでて、はい、ああじゃあ品川このまま行くのに品川から乗った方が早いなとか思ってても絶対東京駅に行きたいね。あ、うん、まあ、そこがなんかちょっといいですよね。あるじゃんそういう圧倒的な、はいはい、何かっていうの、はいはい、数字にもあるんですよ。おなんか100より1000の方がもちろんいいけど、はい、100の方が圧倒的な感じするじゃん。100ってものすごい多い感じするじゃん、はいはいはい、1000、まあ、1000だなっていう、うん、100より1000の方が多いけど100の方がなんかも何がおかしいだっていうのこれやろ。いや分かるなと思って。分かるなじゃねえよお前何なんだてめえ、バカにしたかったこの。まあ今年もあれか、その感じで来るのか。いやいやいや、そんな。体期待値だぞ、俺だって、お前。だから、そういう100な東京駅だよ、今日。はいはい、そこから神田行くから。はい、神田どうだ、明るいのか。神田も、まあ、でもそんなしょっちゅう行かないですけどね。行かねえだろ。まあ、劇場もねえしな。一応、あの、国際で、大江戸日本橋邸を使ってた時は、神田からいつも向かってましたけどね。ああ、まあ、JR だったら神田が一番近いもんな。はい、うん。まあ、俺も、ああでも俺は地下鉄で言うけど、日本橋を降りて、はいはいはい、ね、国際もやるもんね、はい、あのまあ、ダーリン寄せも俺あそこだし、うん、はいはい、最近、うん、神田って言ったらすごいぞお前、はい、西口のお前グレート真文が神田で昔口カツ屋やってたんだ、はい、もうすぐ潰れたんだ、はい、ひどいぞ。串カツってなんかいきなり東京にも来たじゃん、はい、お前は大阪に住んでたことあるから分かるだろうけど、まあ俺らにしたらやっぱりなんか大阪の新しいもんだ、なんか楽しみだななんかな、はいはい、二度漬け禁止とかあんじゃん、はい、あ言ったら真文が串カツ屋始めるよ、カレー屋潰した後、はい、串カツ屋始めるんだとか言って神田で開いたんだよ、はい、東京生まれ東京育ちのくせに、はい、看板に本場大阪の味とかずるしく書いてあって修行ゼロで始めたからな、すごいよ、二度漬け禁止だからあんちゃんとか言って最近覚えたくせに二度漬け禁止のくせに、はい、あのお客さんが下げた串を洗ってもう一回使ってんだよ二度串割りだってひどいよ、こんなんだからすぐ潰れたよ。あ、いやランチでなんか串カツ定食みたいのを頼んだらライスカピカピだったしなそんな思い出の神田に行くぞ。はい、行きましょう、うん、はい、なんだお前、いやいやか。いや、そんなことないです。楽しみですね。ああ。